違う。じゃあ、そんないらない。何気なく教えてんねん両手で肘つくなよ。なるほどなるほど、なるほどってな。そうすると当たり前や言うてんねん。もう人とご飯は食べませんてどうも、てこしわです。今日なんですけどもね、なんかこうマナー講座らしいんですよ。ただ僕ね、まあ、こんな感じで手とかオッケーとか一応ぜーとか言ってますけど、割とちゃんとしてますよ。やっぱいろんなご飯屋さんとかいろんな店員さんに絶対上から目線とかでは行かないし、それこそご飯食べるときにくちゃくちゃとかも絶対やらないし、案外ちゃ結構ね、俺結構人のそういうとこ気になる性格なんですよ。だから俺大丈夫だと思うんだよね。いや俺怒られんの嫌よ。俺ほんと怒られたらダメなタイプだから。褒めて伸びるタイプ、怒られてビシバシ動かれて伸びるタイプいると思うんですけど、僕褒めて伸びるタイプなんで怒られるの嫌ね。だからまた怒られる姿をさ、これ多分楽しみにしてると思うんだけど、これも残念でした。僕の勝ち。失礼します。あ、こんにちは。すいません、お待たせしました。はじめまして。はじめまして、手越と申します。お願いします。平林美也子でございます。お願いします。よろしくお願いいたします。ご丁寧に何度も何度も個別気バッターの授業、本当に恐縮に存じます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、普段からそんな感じなんですか？今日先生だからそんな感じなんですか？いいえ、普段からそんな感じなんです。こんなおばさんなんです。なるほど。よろしくお願いします。立ち方がハスですもんね。土星体じゃないですもん。立ち方がハスですよね。そうですか。そういうのもあるんですね、多分。立ち方もね、あると思います。はい、はい、はい。もう全然指摘していただいて大丈夫なので、はい、はい、だけになりません。はい、よろしくお願いします。じゃあ失礼します。手越さんってあんまり怒られたくないっておっしゃってましたでしょ。あ、聞こえてました。はい、聞こえておりました本当ですか？怒ったりしないんです。あ、そうなんですか？はい、叱ることはあるんです。叱ると怒るは違うんですね。そうです。なるほどなるほどなるほど、はい、はい。叱るという時って、はい、向上してる時なんですね。なるほど、はい。褒められてるっていうのは、はい、成長が止まってる時なんですね。なるほど。ほう、成長するべきだと思うんですよ。はい、そうですね。よく食事のレポート、食レポなさる方が、はい、ジューシーとか言ってよく聞くじゃないですか、はい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 、どっかの言葉引用してきて、はい、でもダラ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 こう汁がこぼれていたら、はい、見ていたら食べる気しないじゃないですかね。確かに、確かにそうですね、はい、今以上に向上心を持ってですね、はい、そうですね、はいはい、成長ということで、はい、お願いしたいというふうに思っております。はい、よろしくお願いいたします。僕食レポ苦手なんですよ。よく喋る割には食レポは好きじゃないんですね。そうなんですよいろんな、なんかいろんなことをこうなんていうか、ゴロゴロ言葉を並べるのが好きじゃなくて。そうじゃ、そうじゃないんです。ストレートなんで。ストレートなんだけどしつこい喋り方よねこのおしぼりとナプキンの違いって分かります？いや、おしぼりは食べる前に手を拭く、はい、ナプキンはこぼれないように、ここに追っかける、膝の汚れを防ぐため、はい、うん、ではなくて、はい、おしぼりは、はい、これは神社に行くときに手を清めるじゃないですか、はいはい、あれと一緒で、はい、食の文化、はい、日本の食の文化の手を清めるという意味で、はい、一回こっきりなんですね。あ、そうなんですか？本当はね、これがですか？そうです。おしぼりが、おしぼりこっちですね、はい、これおしぼりとは言いませんね、はい、はい、これ絞ったりしませんもんね。そうですね、そうですね面白いいいですね、独特っすね、平尾先生いいですね、はい、ナプキンは、これはよだれかけではなくて、はい、口の汚れとか指先の汚れを取るものなんです、はい、あ、そうなんですね、はい、はい、この違いを理解しておくと、はい、より一層ですね、箔がついてですね、品が出てくるかと思うんですよ。座り方がね、はい、欧兵ですねそれと欧兵ですか、なんか殿様みたいで、ね、すいません、背筋を伸ばしていただいて、ここから握り込み一つ以上開けておくべきですよね。わかりました、わかりました。なんでこんな人すがってやらせるのかよくわかりませんね、横から見てて、ね、すいません、すいません。どう言っても私の方が年上ですから、ね、そうです ね、 ね、先輩ですから、そうです、ね、確かに確かに、にもかかわらずその座り方はないかと、はい、そうです、今こうでしたもんね、ね、なるほどなるほど、握り込み一つ開けていただいて、わかりました、で、ここは二つ開けていただいて、一つの二つなんですか？そうです。小学校の時習いませんでした？習ってないですね。いや、そんなことあるまい、また習ったことを忘れたかそうですね、はい、はい、だからどっちかっすね、はい、向上してないということですね、はい、可愛い顔してるのすごいな
厳しいないいんですよ、マネーしなくて。いつも僕、はい、普通にこう、はい、こういう感じです。普通で、普通でいいんです。はい、はい、僕いつもこう、普通に手バーって拭いて、まあ、はい、まあ、適当にこう畳んで置いちゃいますね。はい、そうですね、それでいいんです、はい、普段通りじゃ、はい、はこうです。これは手を清めるもんだから一回こっきりですね、はい、これは指先を拭いたら口を拭くもんですから、はいはい、まずは膝の上に置きましょう。わかりました。はい、どうぞ。そうしておいたらですね、はい、そうしておいたら膝掛けにはなるんだけど、さっきも言ったように膝掛けではないと、はい、指先、口を拭うものだから、はい、和を2つにして、和さを2つにして、はい、和って分かります？和といえば、うん、日本ですかね。なんのこっちゃそれ。和ですね、はい、まあ、平和だったり、和さの和を、はい、ここの和が手向こうになるように、はい、こうですね。そうですね、はい、で、ここで、はい、この右から左にこう口をこう、はい、右から左に内側を、はい、内側、そう、はい、でこれ汚れたらまたこうですね。そうなんだ。指先の汚いのは中の方で、中の方で上でするならば手越さんに見えるようにこういう風にしてるっていうことですね。へー、あ、中でこっち拭くんだ。だからいつもこの状態が綺麗な状態だから、はい、衣服は汚れないわけです。なるほどなるほど、はいはい、というのがこのナプキンの扱い方、はい、こんな丁寧なところはないので、はい、ちょっと覚えておくといいと思います。はい、わかりました。私ね、おそらく日本一嫌われてると思うんですね。そうなんですか。なんですか、きついから。一応きついからね。あ、でも普段はきつくないんですよ、はい、その人を育てなきゃいけないとか、なるほどなるほど、うん、向上していただかなきゃいけないとか、はい、いうことが仕事だから、はいはい、確かに確かに、嫌われるのでなんぼだっていうことで。え、普段じゃあ全然家で過ごす時とかに、あの、風呂上がりすっぱだかで歩いたりすることあります？あります。あります。あるんですね。あ、そうか。あります。そう、人間だものですもんね。普通です。普通です。あ、そうですよね。そう。だから人がいる時だけ、はいはいはい、きっちりやればいいんです。なるほどなるほど。人がいなかったら何やってもいい。そうですね。誰の目もないですしね。そう、うん。目がないじゃなくて迷惑かけないから。なるほどなるほど。そっちですね。僕もそう思ってました。あんまりこう叱るっていうことをしないようにしようと思うんですけど、うんうん、背もたれがだん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 こうくっついてきてるのでね、はい、私は目が気になって気になってね、はい、なるべくエビ見とこうかなって思ってね。なるほどなるほど、はい、はいはいはい、エビは腰が曲がるのに曲がらないのに、こっちは腰が曲がってるでしょ。なるほどね。はい、なんでかなとかやって思ったり、やっぱ自由自在なやっぱ角度調節になるんですかね。ね。来ていただきましょう。いただきましょう。どうぞ。普段通り食べますよ。はい、どうぞ。いや、普段こうだな。でも、そのエビによりますけど。うわぁ、せっかく頭がついてんのに頭をそうするか。え、あとで食べますよ、僕頭も。頭で食べますよね。はい、僕は頭食べますよ。ほんで、そのままガブッといっちゃいますか。はい。皮はどうしますか。皮もいきます。皮もいくんですね、はい、飲み込むんですね、皮を。よっしゃ、見てみよう。あれ、ほんとっすよ、皮もいきますよ。うん、これって、まだ皮が柔らかいから、うん、いただけるけども、もっと硬い皮もあると思うのね。うん、皮は外す、外したことないですね、皮。わざと外してみて食べてみましょうよ。これはもう柔らかいのでそのままいただけるけど。手でいっちゃうわ。じゃあお箸でどうぞ。え、お箸、手でもいいんですか。あれ、フォークとナイフはいただいてますっていう合図を、はい、そこに置いたら料理がもうなくなっちゃうので7時20分に行きましょう。7時20分なんですか。はい、でさ、はい、刃物のこのエッジがさ、はい、こうギザギザエッジってね、はい、これがね、人の方に向けるってね、良くないと思うんで、自分の方に向けるという心遣いがあれば、こうなんだ、ね、へちょっと違うと思うんですね。はい、うん、これ、素手で行きたいんですけど。素手に行っていいんです。行っちゃうんですか。行っていいんですけど、両手で、肘つくなよ。ちょっとそうになっちゃった。ジジ、ここっすよ、ここ、ね、ここ、ここ、こう行ってないですよ。ここでも一緒、一緒。ここ、ここダメなんですか。あ、ここもダメなの。服を触ったら、はい、うん、匂いが来るので、服も触らないで、はい、あ、なあ、え、こうじゃないですか。一個ずつ剥くんだ。うん、え、こうっすよ。エビ剥いたことないですか。あのさ、エビって剥くときって、はい、このナプキンあるんだけども、はい、紙ナプキンとか自分のハンカチとかも必要なのよね、はい、もしさ、こういうその、なんかナプキンが、はい、替
愛してもいいんだけど、何でもいいんだけどさ、はい、あったらさ、はい、一つこう押さえてさ、はい、こう押さえて、はい、で、お箸を一旦こう持たせて、はい、置いて、はい、その間も食べとるけどな、はい、それでこう押さえてこのお箸で剥くというのはどうかしら。あ、箸で剥けます、うん、先生、できないですけど。できます。あの箸の持ち方があまりにも下すぎるのでできない。これ、はいはい、もっと上の方持ったらできる。すごいです、ね、押さえて。だいぶ上ですね先生。で、エビを回していくんです。はい、エビを回す。エビを回すんです。なるほど。手前から手向こうに回すんです。はい、そしたら皮が取れるんです。なるほど。全部取れていきます。こんな風に綺麗に。へー、せっかく頭がついてるわけだから、はい、頭を崩さないようにいただくっていうことも心得として覚えておかれたら。なるほど先生、もう頭取れましたね。取れましたね、はい、取れました、はい、美味しくなさそうやから、もう手で食べたらどうですか。そうっすねそうしましょう。僕もそう思ってました。もうこうですね。もうこうです。いや、それまで手で食べたら、手で受けたらダメだわ、手で受けたら手で受けた、これが上品だと思ったら大きな間違い。手で受けたらダメよ。僕はダメ、うん、ダメ。手で受けない。返しがあるんだから、返しで受けるのよ。返しで受ける、はい、返しで受けるって何ですか。返しあ、これ、はい、これ返しっていうんですか、はい、あ、で、こうするんですか。受ける、返しを受けるどういうことですか。返しを受けるってどういうこと。返しで受けるっていうのは、お皿代わりに持つということです、はい、これあの滑らしません、はい、これ滑らす、はい、滑らすのもわからんし、返しもわからんし、どう説明していいのか。あ、これ滑らすっていうんですか。小指を立てずに夜なんかやってないでしょ。これ飛ばないように、飛ばないように、こうまんべんなく、はいはいはい、まんべんなくどう説明ていいのか、日本語がわからない方にこうですね。でもあれですよね、そういう手で食べる人っていうのは、はい、あのいろんな美味しいものを食べるのに、はい、なんとなく隣で食べるのは嫌ですね。なるほど。ここってね、20人ぐらい座って召し上がることができるお店なんですね、はいはい、だったら手越さんがそんな風に食べてたら周りはゾッとしますでしょうね。あ、そう、連れがってことですか。連れも、はい、はい、連れも誰も彼も、はい。なんでそんな汚いんです？不器用なんですよ手が。針の穴通せないですから糸。そういう問題じゃないと思うんだけど。先生。辛いですね。あのさ、手越さん、あのずっとフォークとナイフと思っていて。だからね、はい、お話をしようという気持ちがないっていうことが出ちゃうんですよ。だから間を作っていただいて、ちょこちょこ置いた方がいいですね、うん、これ食べて置けばいいんですね。それも食べちゃうんですね、はい、そうですね、うん、いただくときに隣の人が嫌やなって思いますね、はい、本当ですか。本当ですか。本当僕そうもあるか箸休めって知ってます。箸休めはあれですね、コース料理の途中とかに出てくるやつですね、うん、そのサーカスみたいに箸をこう置くんじゃなくて、はい、今こうお箸を持ってたじゃないですか、はい、ね、はい、でこう持ってましたね、はい、左手受けます。受けました、はい、右手を滑らします。滑らしました。左手を引きます。置きます。置きます。そうです。取るときは右手を取ります。右手取ります。左手を受けます。受けます。手を滑らします。滑らします。はい、こうしていただきます。いただきます。初めからね、はい、全てのものドレッシングかけたら、うん、作る手に失礼だから、はい、まずエビをちょっと味わってみてからドレッシングっていうのはいかがですか。なるほどなるほど、うん、なるほどってな、そうするの当たり前や言うてんねんこれ喋るときにこうやったのがいいんですか。まあ、大丈夫です。あ、それは大丈夫なんですね。ただね、あの手越さんっていっぱいお口に入れるじゃないですか、はい、だから人と話をしないっていうことを作ってるようなもんだから、うん、家とは違うんだから、はい、ちょっといただいて、うん、でお話をするっていうことの間合いを持った方がいいと思う。なるほど。お腹いっぱいになっちゃいますね。家でどうぞいいですね。厳しいけど楽しいですね先生最後ここにですね、食べ終わったら
これが箸置きみたいですよ。あ、これ箸置きだ。はい、そうですか、ね、何がなく教えてんねん。じゃあ、うわっ、すごい器が出てきましたね、はい、春のものですね。いいですか、いただいても。どうぞ。いただきます。玉手箱のように。はい、花子、木の花子。そう、美味しそう。あの、お吸い物の、はい、ぶりのものを引きずるのはやめてほしいな。浮かせてほしいな。あ、なるほどなるほど。こうじゃなくてこうですね。なるほど。これってこれだけの器のいいものを使ってるわけとか、はい、塗りがね、確かに、あの、傷がついちゃいます、ね。そうですね。ええ、はい、僕もそう思います。じゃあ一回、もう一回戻していただきます。もう一回戻す、はい。戻すパターンあるんですね。はい、これもんですね。そうですね。そうですね、はい。そこがちょっと、うわ、これがね、お袖がね、これが。はい、うん、アサリの中に入ってるのでね、いただけないかな。も、機台で持ちました。持ちました。袴を持ちました。持ちました。立てました、はい、横横にして、はい、半月持ちっていうんです。半月持ち、横にしてこう組む。なるほど。は、は、手で受けたらいけないと思い、うん、いただきました、はい、美味しいです。お吸い物だから、はい、ちょっとこう中のコクがね、はい、あると思うのでちょっと混ぜたら、はい、混ぜ混ぜした、はい、片手でしないで手を使って、こうこう、ではなくて、はい、どうですか、これは。大丈夫ですか。そうですね、まずお椀を持ちます、はい、持ったら、はい、どっちか、どこの指に引っ掛けます、はい、何でもいいから引っ掛けます、はい、持ち替えます、はい、で、こう下の具もします、はい、で、置きます、はい、それからまずは味を整えます、はい、味を整える。で、一旦置きます。置く、はい、はい、それからこのハマグリのアサリを片手で持って押すようにします、はい、押すようにします、はい、そうすると取りやすくなるので、はい、ぐーっと押すようにします、はい、それからもう一回置いて、はい、お椀を持って、はい、どの指でもいいから、はい、箸を持ちます、はい、持ち替えます、はい、それからアサリをいただきます、はい、おいしい。どうだ。整えます。整えました。整えました。じゃあポンポンなんいらない。ポンポンなんかいらない。はい、整えました。置きます、うん、そしてコクを、コクを楽しみます。そう、楽しみました。一度置きます。置きます。置きます。アサリを、アサリを押すように、押すように。オウムか、あんたは。押しますよ。はい、押します。押します。お箸をしっかり持っていただきます。うん、箸が持ち方がなんか、なんでこんなになってんですよね。こうできないですか。こう、こう中指入れて、そう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 、そう。持てないね。持てない。持てないっていうことは発覚しました。発覚しましたね。お好きにどうぞ。あるっす。自己流でいかせていただきます。あるっす。親指をできるだけ突っ込んでほしくないな、お椀の中に。あ、おひねりですね。親指は若干引きます。若干引きます。これから一人で召し上がるべきです。わかりました。もう人とご飯は食べません。人と召し上がってもいいけど、ちょっと気を使うとこはちょっと難しいので勉強してから行きましょう。わかりました。いただいた後はどうしますか。ごちそうさまです。そんなん言いません。蓋を閉めます。元通りに戻します。元通りに。違う、立て替えてじゃない。違う、違う。こうですか。さっきと反対にします。反対にします。今こう開けて半月持ちをして、はい、置いたわけだから、はい、こうして
半月右持って左持って、はい、袴持たせて、はい、でこうですね。そう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 、はい、いただいた元通りに返すということをお願いいたします。浮かして戻します。はい、まあ、そこはいいですけどね。でその女性とご飯食べるのと、はい、上を抜かとご飯食べてるのって、はい、また作法って多少違うんですか？そうですね、あの女性の方でお食事の召し上がり方がちょっと品がないなと思った時ある。そういう時ある。そういう時はね、はい、恥をかかせないようにいただくことって大事だと思うんですね。はいはい、フィンガーボールって聞いたことあります？あの手洗うやつですよね。そうそう、そう中華とかでよく出てきます。そうそう、あれを飲む方あるじゃないですか。飲む、そういうわけ、ね、間違えてとかですね、うん、はい、そうしたらやっぱり飲まないと。合わせに行くんですか？飲むふりだけでもしてあげるんです。なるほど、恥をかかしたら教えるのではなく、うん、そうそう飲むんですか？そう、指導者として来たわけじゃないんだから。確かにプライベートでね、楽しみに来たわけですから。彼女は彼女なりにアクセサリーにも気を使って、はい、メイクも気を使ってきてるわけだから、はい、そうですね、そこで恥をかかせないっていうことも、はい、大切なことだと。なるほど、知ってるからといって、はい、ああだこうだっていうのはマナー違反だと思う。なるほど。手越さんから先生に質問を聞きたいことは？年齢以外のことだったら何でも。質問とか聞きたいことですか？なんだろうなぁ。あのね、はい、そんな風にね、はい、黙ってたらダメなんですよ。はい、誰かが何か聞いたらね、はい、何でもいいから答えないといけないんですよ。なるほどなるほど。黙ってても、なんだろうな、うん、もう一回言ってくださいとか、時間稼ぎしたりね、はい、うん、なんて言いましたかって、その間に答えをね、自分の頭の中で考えたりね、はい、あるいは黙ってしまおうって言ったらね、はい、アドバイスしてあげようのしようがないんですよ。なるほど、なるほど。じゃあもう、うん、パッて浮かんだ質問、チョコはお好きですか？ホワイトデーくれってことか。うわ、すごっ。さあ、すごい。強い。美味しそうですね。ペッパーソースになります。好みで青柚子胡椒、ポン酢、タルタルソースつけて、はい、あ、骨がなかなかですね。骨気をつけないと、これ硬いですよ。はい、はい、骨結構ですね、これ。ヒラメの骨は硬いか。うわ、美味しそうですよ。うわ、美味しそうに見えないけど。これ美味しいです、先生。エッジがね、はい、向こうに向かない。そうそうそう、学習能力あり、正解。、はい、これってこうでいいんですか？そうですね、大丈夫ですよ。かけても大丈夫、うん、上からかけても大丈夫。美味、うん、しい。美味しくなさそうなんだけど、美味しいんかな。美味しいです。下はどうします？逆サイドですか？逆サイドにするんですか？逆サイドのことを言ってるんですか？逆サイドどうするんです？下をいただくときはどうするんですか？もうテコの原理でいきますよ。うわぁ、テコっす。うわぁ、和食の文化ではね、やってはならないことなんですね。あ、そうなんですか。うん、骨を上にして浮かせて取るんですね。もう一回元に戻したらどうですかね。あ、もう一回テコでいきます。はい、浮かせて取るってことですか？そう。こういうことですか？そうですね、そう。へぇ、上身をまずいただくんですよ。この半分の、はい、ここの半分の手前をいただくんです。はいはい、手前をこっちに寄せていくんです。はい、こう。こう。はい、この、はい、ここの端は、縁側はこのままで。あ、もう縁側まで骨が入っちゃうから。なるほど。こうして、この手向こうを取ったらこれでいただくんですよ。はい、ここで。うん、おいしい。そうそうそう、骨があった場合はこの中に入れていくんですよ。そうなんですか？はい、で取ってからここに置くんです。ここに入れるんですか？入れるんじゃなくて取るんです。それでどうですか？はい、横で見ててもわかるもん。え、これで取ってでこうですか？そうです。あ、そうなんですよ。ここにこう、こっちからこうじゃないですね。そんな下品な人、する人おらんやろ。そうじゃないですか。で、今度はこの骨をですね、浮かしていくんです。骨を浮かす。はい、こう持ち替えても大丈夫ですが、はい、
頭だけは切らないようにお願いいたします。できますか？できました。で、こうどこまで行けばいいんですか？どこまで？あっちまで。あっちまで。あっちまで。結構行けました、綺麗に。あ、なるほどね、本当綺麗に行ける。無視していただこう。あ、綺麗に行けるわ、でも先生これ。今、上身の手前を食べてるでしょ、一番。そうです。いやいや、上身の一番を食べたじゃないですか。はい、で、上身の二番を食べたじゃないですか。食べました、食べました。骨を浮かせて向こうにやったじゃないですか。はい、そしたら、下の三番目、この手前を三番目食べる。はい、で、手向こうを四番目にいただくんですよ。はい、まさにこれは本当に、誰が見てても、勉強になる食べ方です。なるほど、順番に行くんですね。そうです、そうです。おいしい。なんか汚いから美味しそうに見えないんだけど。美味しいですよ、味は。味はすごく美味しいです。わけをもっとつけ、そこつけすぎ。食べたら、あ、上に置かないと。はい、片付ける人が片付けにくい。はい。その通りでございます、先生。で、なんでそんなの汚い、汚いんだろう。先生、こう持たせていただきます。そうそうそう、それはよくできました。はい、閉めました。はい。食べたらこのナプキンはどうしますか？ナプキンはですね、食べたら口を拭きます。じゃあ、こんな、ここは拭きません。中で拭きます。中で、こう拭きました。はい。拭いたらこれはどうしますか？これはですね、はい、先生、僕わかるんですよ。はい、どうぞ。元あった姿に戻します。はい、うそ。で、こうでございます。ブーでございます。これはざっくりとですね、左に置くんですね。はい、あ、これはざっくりですか？はい、確かに。左なんですね、しも。これでお食事終わりましたという合図になるほど。おトイレ行ったり電話かかってきたらどこに置きますか？おトイレ行ったり電話、ここに置いたらもう料理は終わりね、出てきません。わかりました、ここにかけます。そうです、ありがとうございます。ピンポン、それは当たりです。ありがとうございます。はい、この椅子か椅子にかけるということですね。はいはい、召し上がったらこの左に置くということを覚えておきましょう。はい、わかりました。今日は食べにくかったと思います。いやいや、楽しかったです。知らないことをたくさん知れて、いかがでした？3品ほどご指導いただきましたが、指導がいはとてもございました。ありがとうございます。褒めてません。もう学びました、たくさん。はい、それが三日坊主にならないよね。はい、今度いただくときに実践なさったら体に身につくと思います。そうですね、意識して、うん、そうですね、食事したいと思います。うん、今日教えていただいたことを、はい、常に毎日ではなくって、はい、人と出会って何かご一緒するときに役立てればいいと思います。わ、はい、かりました。でも家ではそんなことは何もする必要はないです。はいはい、わかりました。家ではもうすっぱだかで手で食べてやろうと思います。そう、やってやろう。今日初めての手越しのマナー講座、食事編教えていただきました。この動画良かったよって方はチャンネル登録、そしてコメント、そして高評価、ぜひよろしくお願いします。というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。せーの、テイク。バイバーイ。覚えた？何時何分か。7時20分です。正解。朝ですか、昼ですか？7時20分は昼です。朝も昼も7時20分は一緒です。